フェルナンド3世はカスティーリャ及びレオン王。父はレオン王アルフォンソ9世、母はカスティーリャジョーベレンゲラでカスティーリャア,アルフォンソ8世の孫にあたる。レコンキスタを積極的に推進してキリスト教勢力を大きく拡大、イスラム教勢力を服属させレコンキスタを事実上完了させた。その功績により劣勢、西欧と称えられた。 カトリック教会の聖人で記念日は5月30日。父のアルフォンソ9世は、ポルトガル王女テレサと結婚していたが、ローマ教皇ケレスティヌス3世の介入で、婚姻無効を余儀なくされ、1197年にベレンゲラと再婚した。二人の間に生まれたのが、フェルナンドだが、代替わりした教皇院のケンティウス3世の介入で、この婚姻も無効となり、母は、 レオン宮廷を去りフェルナンドはレオンに残された。1217年、母方の叔父のカスティーリア王エンリケ一世が死死亡くして死去すると、その追いであることから、母を中継ぎにする形でカスティーリア王に即位することとなった。この時、母が派遣した死者に、レオンからカスティーリャへと連れ出されたが、父がサー軍協定を口実に、 カスティーリャ王位を継ぐことを避けた母の格作とされている。カスティーリャに到着して、すぐに母から王位を譲られ、それを認めない父と大貴族ららけの抗議に苦しんだが、1230年に父が亡くなると、レオンの継承者だった二人のイボ姉ネを説得、レオン王位も継承して、レオンのカスティーリャへの併合も果たしている。この頃になると、 北アフリカのムワヒド町をはじめとする、イベリア半島南部アンダルスのイスラム教勢力は、衰退の一図をたどっていた。ムワヒド町、カリフ・ユース・フ二世が、このないまま1224年に亡くなり、後継者争いで内乱が勃発し、分裂、弱体化していたからであり、ムワヒド町は、モロッコのマリーン町やチュニジアのハフス・アサの構想に、 防殺、アンダルスへ出兵する余裕がなかった。イベリア半島でも分裂が起こり、ハエンで、イブン・アフマルが、バレンシアで、ザイアン、イブン・マルダニーシュが、ムルシアで、イブン・フードラ将軍主たちが対等、複数のカリフ候補者も乱立して、互いに、相争う始末であった。そこで、フェルナンド3世は、ムスリムの分裂につけ込んで、レコンキスタを推進することにした。 レオン王位継承前の1224年6月、カスティーリアの宮廷で母と諸皇に、ムアヒド長攻撃を、宣言、9月末に、ケサダを攻略した。それから長略と武力を巧みに使い分け、アーディルとバイアーシーの争いにつけ込み、同年にバイアーシーと兄弟のバレンシア総督、アブーザイドを侵入させ、親アーディル派の地方を攻撃した。 バイヤーシーとの協力を取り付けると、翌1225年に、ハエンを攻撃、ハエンは落とせなかったが、プリエゴなどを陥落させ、身代金を支払った、住民以外を虐殺する手段でグラナダなど、他のアンダルスの住民を恐れさせた。この遠征では、バイヤーシーから協力の見返りとして、 マルトス・アンドゥハルなどいくつかの都市を受け取っただけでなく、元カスティーリアの貴族だったアルバロ・ペレス・デ・カストロも基準するという成果があった。アルバロは、父のペドロ・フェルナンデス・デ・カストロともどもムアヒド町に仕えていたが、フェルナンド三世は、アルバロの基準を受け入れ一旦トレドへ戻った。そのカンルスを任されたアルバロが、カラトラバ騎士団長、ゴンサーロ・ヤーニエス・でのボアや、 バイヤーシーの軍と共にグアダルキビール川を下って、新軍、ムワヒド軍を破ったおかげで再度アンダルスに、新軍したとき、バイヤーシーから、バエサなどを、受け取り着実にレコンキスタは進展した。翌1226年にバイヤーシーは、コルドバ住民の反乱で殺されたが、残されたアルバロゴンサーロラは、 グアダルキビール川流域攻撃を続け、ムワヒド軍と急戦を取り付け、引き続き、各都市攻略に邁進していった。1230年、派ン包囲中に、父の不法を知ると、包囲を切り上げ、レオンへ向かい、レオノーを兼任したが、王位の実行支配は2年かかった。この間、フェルナンド3世が、不在のアンダルス征服は、 トレド大司教オロドリゴ・ヒメネス・デラダや弟のモリナコーアルフォンソとアルバロに委ねられ、ロドリゴは、ムスリム勢力に奪われたケサダを1231年に、奪還。モリナコーとアルバロは、ヘレス・デラ・フロンテーラに進軍して、イブンフードの軍に勝利した。勢いに乗ったキリスト教勢力は1233年から1235年に、かけて、イベリア半島南西部を征服。 ゴンサーロ率いるカラトラバ騎士団とサンティアゴ騎士団がトルヒーリョ、メデリン、マガセイラなど西部都市を攻略した。ポルトガルもレコンキスタに取り組み1250年までに完了させたが、ポルトガルとカスティーリアは征服後の領土に関する分割条約を結んでいなかったため国境紛争が起こった。この問題が解決するのは交渉で国境が 確定した1267年までかかった。1233年1月、大破の一人であるフードとイブン・アフマルが争い続けるのを尻目にユベダを包囲、7月に住民の退去を条件として降伏させた。1235年になっても、フードとアフマルの抗争は続いていたため、フェルナンド3世は、 フードと同盟して1年間の9000と高納金の43万、マラベディの支払いを取り付け、アフマルの支配下の領土を荒らしながら、都市を落として回り、着実にレコンキスタンを進めていった。翌1236年1月、独自に行動していたキリスト教徒の一部隊が、コルドバの郊外区を占領、アルバロやフェルナンド3世に救援を要請した。この時期は、 道路がほとんど通行不能で、コルドバ市民の反撃で、キリスト教徒部隊が敗北する恐れや、フードがコルドバへの援軍に来る可能性も入れると、コルドバへの行軍は危険だったが、フェルナンド三世は、行軍を決意すると、コルドバへ急行、森名港や先に到着していた、アルバロラと合流、コルドバ包囲戦が始まった。コルドバ市民の必死の抵抗やフードの来園など、 好位は危機を迎えたが、フードがコルドバを救援せず撤退したため危機を脱し,し、コルドバへの食料補給停止とアフマルと結んだ、同盟が功を奏し、住民の退去を受け入れ、コルドバを降伏させ、6月29日にコルドバ総督から鍵を受け取り、翌30日に市内へ入場した。こうしてコルドバを脱取した。 戦後処理は手間取りフェロの需要は1241年までかかり、市内の所領分配や植民、食料供給などに傍殺されたが、コルドバ陥落の意義は大きく他のグアダルキビール、川流域の多くの町や要塞を脱回した。この制服で活躍したのは、息子のアルフォンソ大大使と、アルバロで、1240年のアルバロ旧市という、いたではあったが、王太子の方は、 順調に進み、コルドバに泊まった、フェルナンド3世は数十の都市と幸福文書を交わし、レコンキスタを一層押し進めていった。1238年にフードが殺害、遺族がフェルナンド3世に侵入したことや、勝者となった、アフマルもまた協力者だったことも有利に働いた。同年、グラナダを支配下に収めた、アフマルは、 ナスル朝を開き、アンダルス南部を支配したが、フェルナンド三世との協力関係は続いた。イベリア半島南東でもレコンキスタが継続。王太子とサンティアゴ騎士団長ペライオペレスコレアは、ムルシアへ進軍し、1243年に、両主アブーバクルをカスティーリアへの侵入やカスティーリア軍の、ムルシア要塞駐屯、パリアの支払いと引き換えにしたイスラム住民や、 法の尊重を条件に降伏させた。この地域には、バレンシアから南下してきたアラゴン王ハイメ一世の軍も進出、ハティバで接触した両軍に不穏な気配が生じたが、翌1244年3月26日にアルミスラ条約を結び両国の獲得領土とその境界線を取り決めたことで紛争は避けられた。なお、 ハイメイ一世は1253年までにレコンキスタを完了させている。一方、1244年になると、ムハンマド一世が反旗を翻した。フェルナンド三世はすぐさま、ムハンマド一世の領土を侵略して、多くの都市を奪い取り、1246年1月にハエン包囲戦を開始した。形勢不利を悟った、ムハンマド一世は、 フェルナンド三世に神獣を誓い、エン引き渡し、毎年15万マラベディのパリア支払いに同意、引き換えに、フェルナンド三世は、グラナダ王国の領土保全を約束した。エン獲得とムハンマド一世の神獣で残る、標的は、セビリアとなった。同年に、セビリアで政変が起こり、市民が反乱を起こし、親キリスト教派の指導者、ウマルイ・ブンジャッドを殺害。 成立した司会は、キリスト教徒への抵抗を決めたが、セビリアから、チュニジア人を追放していたためイスラム教国家の怒りを解雇率セビリアは単独で、キリスト教国家に立ち向かわねばならなくなった。政変を聞いた、フェルナンド三世は直ちに、カスティーリア軍を率いて、出兵、死壁と堀で、守りが堅固で、 水運も発達していたセビリアと、その周辺に張り巡らされた、要塞都市を落とす戦略に取り掛かった。モリナコートカラトラバ騎士団長、フェルナンド・オレドニエス・サンティアゴ騎士団長ペラヨや、援軍を連れた、ムハンマド一世のイスラム教軍も加えた、カスティリア軍を率いた、フェルナンド三世は9月から、セビリア北東の都市カルモナを攻撃して、戦闘を開始した。 セビリア周辺都市の攻略は1246年から翌1247年まで1年かけて行われ、武力と交渉を用いたコーナーを折り合わせた戦術で、対応アルカラデ・グアダイラ、カルモナ、コンスタンティナ、レーナ、ロラデルリオ、ギリエナ、アルカラデルリオなどを次々と降伏させた。そうして、北と東からセビリアを包囲。 ブルゴスの商人ラモンでボニファスが改装した艦隊で、水路も封鎖1247年7月頃からセビリア包囲戦が始まった。包囲中はキリスト教軍とイスラム教軍の小競り合いが頻発、水上ではボニファスの艦隊とイスラム教の艦隊が衝突した。戦いは次第にイスラム教軍が不利になり、年末までに セビリア艦隊は弱体化しキリスト教軍は封鎖を強化1248年に入ると大大使とディエゴロペス三世であロの援軍が到着5月にはボニファスがセビリアとトリアーナを結ぶ浮橋へ大船をぶつけて破壊キリスト教軍は兵糧攻めで包囲を続行したこれら一連の出来事でセビリア市民は援軍のあてをなくし

フェルナンド3世は12月22日に入場した。こうしてレコンキスタは事実上の終結を迎えた。セビリアの降伏後は、コルドバの時同様に戦後処理に奔走、王族、貴族、聖職者、騎士団などに、所領分配、キリスト教徒の植民、フェロジュヨによるセビリアの自治都市指定などに取り組む一方を、カディス、メディナシドニアなどの町々を攻略していった。 そして、レコンキスタの延長として、北アフリカに侵攻しようと企てたが、1252年に、遠征途上のセビリアで病死した。フェルナンド3世のレコンキスタは、大成功であった。しかしその急速な勢力拡大に対して、領土を戦闘に参加した貴族へ配分して強大化を招いたため、支配体制の基盤は脆弱になった上、 軍事における多大な戦費における経済破綻、イスラム勢力撤退による産業衰退などの悪影響も発生し、皮肉にもカスティーリア王国は領土の拡大の代償に国力を減退させてしまうこととなった。後を継いだアルフォンソ10世はこうしたカスティーリアを受け継ぎ、いかにして王国を防衛、維持しながら王国機構を改変していくかという課題に挑むことになる。 軍人、政治家として優れた、指揮能力と政治的センスは、年代記作家たちの認めるところであり、国王軍、騎士団などの混成軍をまとめ上げ、近隣諸国や貴族たちとの争いも、ほとんど起こさずにレコンキスターを戦い抜いた。アンダルス諸都市への降伏条件は寛大な態度で、望み、プリエゴやカンティリャナなど街を攻撃して、住民を虐殺するケースもあったが、 激しく抵抗した場合を除きムスリム住民たちに持ち物をすべて持って落ち延びることを許し、止まる者も都市から出るという前置きがあるが農村に居住することを認めた。また大ァたちの構想もうまく利用。はじめはバイヤーシー、次にフード、さらにはムハンマド一世と提携相手を乗り換えながらレコンキスタを進め、最終的にムハンマド一世を侵入させ、 パリアや軍事支援まで取り付けている。教皇を頂点に、聖職者たちや教会、修道会などからの財政支援もあり、彼らのおかげで、フェルナンド三世は、レコンキスタの事実上の終結をもたらした。一方、宗教に寛容な一面もあり、アンダルス諸都市への降伏条件やムハンマド一世との主従関係にもそういった事情が見られる。 キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の上に君臨する、三宗教の大たることを理想とし、自称もしていた。フェルナンド三世は、セビリア大聖堂に埋葬。息子のアルフォンソ十世が作らせた母廟には、当時の多言語社会を反映し、カスティーリ語の他に、アラビア語、ヘブライ語、ラテン語で、墓姫が刻まれた。これは多民族。 他宗教からなる国家を理念として、その継承を、後世の国王に向けた遺言となっている。後世フェルナンド3世は、レコンキスタ成功の功績を称えられて1671年、教皇クレメンス10世により、劣勢、西王の称号を与えられた。これは、重帝で、同じく、西王と呼ばれる、フランス王類9世と並んで評価されたものである。 ただし13世紀の教皇たちは、フェルナンド3世が異教徒を抱え込んでいる事実から劣勢せず、400年以上後になって、スペインが教皇庁に働きかけた結果だった。1219年、ローマ王、フィリップの娘ベアトリスでスワビアと結婚、10人の子を設けた。1237年、ポンチュージョハ白、ジャンルド・ダンマルタンと再婚。 五人の子を設けた。ありがとうございます。